武雄市の御船山楽園などを会場に光と音のデジタルアート展が始まっています。50万平方メートルの広大な庭園がある御船山楽園、今年も光と音、プロジェクションマッピングで自然を彩るアート展、神様が住まう森が始まりました。国内外でデジタルアートを展開するチームラボが毎年開催していて、今年で8年目です。今年は新作を含む24作品が展示されています。こちらの新しい展示作品は、虹色の光がアメーバのようにうごめいています。見る人によってその姿や色を変えることから、本当の姿は鑑賞者の中に表現されているといいます。結晶のような揺らめく光が姿を変えるこの展示は、水の振動で表現されています。床や壁に色とりどりの動物が描かれたこの作品は、鑑賞者が描いた生き物が絵から飛び出し、生きているように動き出します。来てもらった人にね、本当に歴史が積み重ねた場所なので、認識を広げてね、世界の見え方が変わる、そういう体験になったらいいなと思ってます。新しい作品が生まれて、その作品自体も僕すごく、チームラボの中でも一番好きなぐらい の素晴らしい作品ですので、ぜひ皆様 のご自身の目で、見て楽しんでいただければなと思います。神様が住まう森は11月6日まで、武雄市の御船山楽園と武雄神社で開かれます。